今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。ここから始まるんだよ。ここから V が始まるんだよ。もう始まったわけでしょ。いや違う、この番組の V がここから始まるんだよ。今日飲むで静かにしまっていいですか。まず飲んでね。そうね、まず飲ましょ、ね、まず飲ましょ、ね、今ね、夜の11時過ぎかな。もう早いですね、今日ね。早い。この前、飲み始めはもう夜の12時以降でしょ、大体。飲んだくれて、こうちょっとね、ガソリンが入ったところで、うん、トークからかぶせていこうという。なるほど。うん、D 目線出ます。そうよ、うん。今日1日目だからさ、1日目の解雇からね、うん、始まろうかと思って、うん。1日目の始まりが朝神宮。朝神宮の時はちゃんとした部位が通ってる。そこから始まるんですね。割としっかり始まる。そうそう、はいはい。で、朝神宮のキューがここで流れる。なるほど。今流れた後。はい、今回も今回も、企画もの第2弾。なんとこの前が大好評だったらしくて、これ第2弾なんですよ。作れちゃう？作れちゃう。作れちゃう。作れちゃうんです。今回のタイトルは、はい、この前は東海道53次だったけど、うん、今回は違う。今回は我々のホームグラウンド名古屋ということで、タイトルはね、名古屋いいとこ一度はおいで。おいで。あ、降りました。名古屋をね、もう全面的にアピールしようね、うん、名古屋のいいとこをどんどん伝えてね。そう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 、うん、もしでもメインはパチンコ屋をね、やっぱり回るんですよね、うん、そうそうそう、ね、名古屋といってもね、結構広いからね、16区区がね、16区ある。おー、16区そう、1000円そうそうそう1000円の方、1000円16区の流れるよ、ここ。本当流してください、本当流してください、ここ1000円16区か16区、いいですね、いいですね。じゃあ流そうかね、もう流れてる。で、それでこのスタートが今、熱田神宮なんです、ここね。前回と一緒ね、ね、やっぱりここからそうってことで、おみくじなんでね、引いちゃったりですね、持ってる。あ、もうしまっちゃった。あるこれね、見て第26番、小吉絵にならない男。イエーイ。いけいけと思いますけど、はい、まあ絵になる男ですからね。じゃん、大吉。なー、この前何聞いてた。この前、この前は小吉と末吉みたいな、ね、小か末か、なんか今中途半端なやつ。あんまり取り上げてもらいたくないなって感じだね。と、うん、いうことで、今からじゃあパチンコ屋を見に行きましょう、うん、そうだね。一つの奥で一個はピックアップして、はい、回って食の、レポートもできたらしちゃうという。そうですね、うん、またお楽しみに、はい、何またキャバクラに見える？違う違う、ね、プロデューサーに、ね、なんといってもね、今回はね、この前より少しギャラが増えてますから。わし、わしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。画面におらんけど、今回はね、朝もちゃんと起きて。あれですか？二日酔いなしだって？ナイスナイス。昨日ノンアルコールできてます。ほらほら。なんかちょっとね、コンディション悪いんですよね。だからかな。この前飲んでもコンディション悪かったですよ。いや、あれがね、うん、ベストコンディションだね。で、流れた。流れた。あ、じゃあここで読者のね、視聴者の皆さんに、クイズ。我々は今日一日10時出発、10時出発になっちゃったの。10時出発から約12時間で、何軒のホールを回ることができたでしょうか。
正解は、トロマツ君もはっきり把握していないけど、28件。頑張ってよ。これね、28件って、って思う人がいるかもしれないけど、まあ我々ね、お互いプロの目線で言うと、1日のね、限界がね、だいたいピンで回ってる時は10件ぐらいな、限界が。あの名古屋に来て、あのやっぱ名古屋のお店をガーッと回ってきたんですけど、確かね、12、3件で、夜になっちゃいます。なるな、なった。だいたいさ、俺の経験でも6件目ぐらいで、ああもう今日打てないな、時間的にギブアップだけど、なっちゃうね。6件目ぐらいでね、だいたい2時、3時ぐらいになって投資の限界に行くんだ。やっぱね、一人でもあるとちょっと試し打ちとかしますよね。する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 、ね、100キロ以上の道のりを100キロ走ってる、100キロ。はい、ありがとうございます。ちゃん、メンテちゃん、ね、メンテちゃん、100キロ以上の道のりをね、虎松くん一人で運転してくれたと。ね。ね。で、まあ、あの、私は何をしていたかというと、ナビです、ナビ。ナビ。ね、今日回るところのナビ。だけど、あの、私のナビいらないと。虎松くんのね、利口な車、取り込んだ車が、全部ナビをインプットしてね、あの、道順まで教えてくれる。あれ優秀でしょ、ナビ。そう。途中で何回かね、俺ナビできるよってチラッと言ったんだけど、あのね、いりませんよ。一、うん、日こんな感じ。そうで、30件近く回ったところですね。そうね。で、走行距離がね、120キロぐらいなの。あ、今日来ましたよ。だけど120キロって言っても、直線距離は120キロないのね。北海道の120キロじゃないの。名古屋の120キロすごいぞ。しかも途中停車ね、途中10分、15分停車がありながらの120キロ。一回嘘だと思ったらやってみなさい。すごい、バスの運転手みたいなね。そう、はい、次は音バス。そうね、あ、そんな感じなの。まあ、今日はね、もう仕事一日終わりで、実践があるんだよ。実践が実践しましたね。で、最後の辺でね、あの、一勝負、そう、この飲み代をね、かけてね。そうよ、やっぱね、男の勝負いりますから、ってことでね、したわけです。もう前回のね、前回のためでは悔しいかな、クソハマりした挙句当たりなし、泥試合の末にね、そうね、負けを喫したから、はい、ありがとうございます。今回ね、ぜひともリベンジしたいと。